岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。かわいい編みぐるみ、カメちゃんと小鳥ちゃん、そしてカメちゃんの背中の上には小さな小鳥が乗っています。2匹とも体の中に鈴が入ってるんです。カメちゃんは結構大きなサイズです。くるくる回してみます。お腹です。そして鈴ですが、音がこんな感じで鳴ります。ぷっくりかわいいブルーの小鳥ちゃん、この羽の部分もおしゃれです。お腹、鈴の音ですがこんな感じです。お部屋に飾っていただくととっても癒されます。